アベンチュリンに会いに行くか、それとも断るか、どうしようかな。いいね、君ならきっと来ると思ってたんだ。そうだ、あのメモキーパーは、まあいっか、多くは聞かないでおこう。何しろ僕が言ったんだから、仲間と相談しようが逆に僕を利用しようが構わないって。なんだって大歓迎さ。それも君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。さあこっちだ。ああそうそう、あのあと何か言ったような気がするんだけど、何だったっけ。ああ見覚えのある廊下に見覚えのある部屋、覚えてるかい。僕たちが最後に会ったのはこの場所だった。さあ着いたよ、このドアの向こうだ。息を殺して。目を、なあ、やっと思い出した。あのあと僕たちは楽しいゲームをしたんだった。ほら今ちょうどあの時と同じ時間、完全に思い出した。ほらゲームはもう始まっている。さあ僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない、断る余地もない。お帰りなさい。公演の準備はどうですか。いい感じよ、安心して。いい感じ、ああいけません。あなたはファミリーの誇り、その余計な感情があなたの完璧な音律に影響を与えないようにしなければ。分かったわ兄様。なんだか落ち込んでいるように見えるけれど、何かあったの？もしかしてあの時計屋から招待されたゲストのこと？ええ、先ほど報告を受けました。死が彼らの一部を連れ去ったと。ああすみません、あなたが帰ってきたばかりだということを忘れていました。この件、いつからかピノコニーに死という名の悪夢が現れ、人々を無差別に襲い、全ての人に精神的な死をもたらすようになったのです。ファミリーが作り上げた夢の中ではどんな不幸もあってはなりません。ですがそれは無教の秩序と平和をひどく破壊した。なんと憎らしいことでしょう。そんなことが起こってたなんて。じゃあまた誰かが被害に遭ったの？ええ、合わせて二人、一人は密航者、もう一人はあなたです。もういいでしょ愚者、あなたの行いは私を失望させました。鋭いね手羽尾ちゃん。昭和の歌に間違いはない。愚者の言葉は最初は愚昧にして最後は横島なる凶暴となる。帰りなさい。
園無教はあなたを歓迎しません。おりょうりょう、そんな仏頂面しないで。堅苦しい経典なんか引用しちゃって、なんでそんなに真面目なのかな。花火はただ聞きたいだけ。こんなになってもまだファミリーは手を出さないでいるつもりなの？君の哀れな妹だって犠牲になったのに。もしかして彼女の敵を討つつもりがないとか？まだその時ではありません。運命の日が来たら、私は必ず公正に審判を下しましょう。すっごい、よく我慢できるね。本当に冷血なやつ。もしかしたら花火たちって話が合うかも。それじゃあさ、花火が君の妹の代わりにいろんな場所に顔を出してあげようか。君も人に知られたくないよね。もう調和セレモニーが開催できないってこと。ファミリーには目算がある。その狡猾な舌で二度と私の愛する妹を汚すな、愚者。はいはい、花火はただ必要ならいつでも手伝ってあげるって言いたかっただけ。手羽先にピアスをつけてる男の子なんて誰が無視できると思う？結構。その光の下で犯人はすでに馬脚を現しました。そう遠くない未来、彼は己の策略によって身を滅ぼすでしょう。彼が悔い改めない限り、その剣は研ぎ澄まされ、弓には鶴が張られる。さすれば悪人が振りまいた害毒は己の頭上に降り注ぐ。その瞬間、神を敬わない異邦人は自分が凡人に過ぎないことを知り、地獄へ落ちる。そして私はその先兵となり、あなたに吉報を届けましょう。時計屋よ。